どうもこんにちは、平井弘明です。今回はですね、右手と左手どっちに力を入れて打っているのということについて動画を撮っていきたいと思います。レッスンやっていて、もうちょっと右手力入れてくださいねって言うと、はてな顔されたりとかですね、左じゃないんですかとかですね、結構言われます。で、多分トータルすると7割8割の方が左手に力を入れて左手リードで打ってる方がほとんどだと思うんです。まあ、それはそれでいいとは思うんですけども、僕個人的には9対1で右手です。むしろゴルフは右手じゃないかと思ってます。それぐらい右押しです。平井弘明のワンナップゴルフ。実際僕は本当に9対1ぐらいで右でリードして打ってる感じですね。右利きで右打ちなんで、右手が負けてたら打てないでしょっていう意見です。なので左手リードしてうまくターンできるなら別ですよ。でもターンしないでずっと左手に力入ってますよっていう方は、左手こうやって引くんですよ。ずっとこれだったらクラブ戻んないですよね。そうなんです、ずっとフェースが開いたままなんです。なので左手リードするんだったら、前回の動画でも言いましたが、こういうターンを入れてあげないと左手リードしても打てません。ボールって打つ叩くって言いますよね。叩く、ハエ叩きとか布団叩きとかってこうやって叩かないですよね。こうやって叩きますよね。先で叩くじゃないですか。でもスライス出る人って先で叩かないんですよ。ボールグリップでボール叩きいくんで、ボールに当たってないです、まだ。これがゴルフで起こるんです。これがスライス、ダフリ、シャンクの原因でもあります。なのでボールを打つ叩くんであれば、この先でこうやって打たなきゃいけないんです。先ほど言いましたけども、ミスが出る時っていうのはここでこうやって叩いちゃって、ここで叩けてない、それが右手の押しが弱いっていうことなんですね。なのでちょっと何発か打ちますけども、ヘッドを意識していただいて、ヘッドが真っ先にボールのところにゴールするようなイメージです。グリップではないですね。ヘッドが先にボールへタッチするような意識。ちなみに今のは9対1です。右9の左1、めちゃくちゃ痛ますよね。そうなんです、右手で力をボールへ伝達してあげられないとボールは飛んでかないんです。ちょっとやっていいですか、試しに。右手と左手にボール持ってます。グリップしますよね。これをこの向き、グリップしてる向きのままボール投げますね。右で投げるのと左で投げるの、どっちが飛びますかってことなんですよ。要はそれは左をこうやって投げたら左も飛ぶかもしれないですよ。でもグリップしてる向きってこうですよね。こうやって持ってこの向きで飛ばすのって言ったら、どっちが優しいかって言ったら、多分絶対右なんですよ。右でこうやって打った方が動きが自分で分かりやすいと思うんですね。なので左手に力を入れて左手リードで打つと、それなりにリスクがあります。それを理解した上で左手リード、左手意識で打つんであればいいんですけども、何も無意識で普通にこう意識しないで打つんだったら、右でパンって打ってパチンって打ちたい方向を、右手とクラブで打ちたい方向を示してあげるフォロースルーを意識しただけでめちゃくちゃいい球出ます。もしくは右手の意識をされてる方でも当たらないっていう方は、もっと意識していただいた方がいいです。本当に左はグリップしてるだけぐらいの力感です。クラブが動かなければいいぐらいの感じです。自分から左手を動かしてスイングを作るってことはほとんどしない方がいいと思います。練習で試しに全てを右の腕の力で動作を加えてあげる。右で上げて右で下ろすっていうイメージですね。ちょっと打ってみます。
いい球ですよね。右で打っても右手を使うってことが結構悪だっていうイメージを持たれてる方結構いらっしゃると思うんですが、僕は左が悪だと思うんです。左脇空いて肘で引いちゃったりとか、そもそも最後の一押しってやっぱ右手なんですよね。右で最後パンって押せてないとやっぱボールの最後のこう一伸びっていうのがないので、そこをやっぱり右手で補ってあげる、右手を使って力を加えてあげられることができるとこう球も最後一伸びする感じの球が出てくると思いますので、ぜひちょっと練習で試していただいてですね、アプローチからパターもう全てですよ、ドライバーからパターまで全てのクラブ右で作業を行うというイメージを持って練習してみてください。きっといい結果が出ると思います。左手をどうしても使ってリードしたい方はこのターンですね、左のリストのこのターンを忘れずに、とにかくもうめんどくさいことを忘れてですね、とにかくインパクトにフェースがまっすぐ戻ってくればいいんです。こういうことですよね。まっすぐ向いてフェースがインパクトに戻ってきたら球は曲がんないんです、単純に。なんでそれをぜひ分かっていただきたいですね。なんであの正面からこうできるんであれば、まあ動画を撮っていただいたりして自分のインパクトの形がどうなってるかというのがやっぱり知るというのが大事ですよね。なんでなるべくこうやって開かないでまっすぐパチッと戻してあげる、最初戻してあげられるスピードでいいんです。練習は何も自分の振りたいスピードでこうがむしゃらに振る必要ないんです。まずはインパクトのところに戻ってくるスピードでパチンとこうやって打ってあげるんです。でそれを何ヤードまで続けられるかが大事なんですね。で曲がり始めたところが今の実力なんです。なのでそれをフルスイングまでキープできる練習が初めて必要っていうふうに分かってきますので、その右手を使ってフェースコントロールをして飛距離を出してあげる練習を、まあ、全てのクラブですね全番手でできてきた方が絶対いいので、練習でちょっとやってみていただきたいポイントになります。インパクトのところに何でもかんでもフェースがまっすぐ戻ってくる練習をしてくださいと言いましたが、ゆっくりでいいんです。でそのゆっくりなスピードというのは何球か打ちますが、大きさとスピードをちょっと注目して見ていただければと思います。まず最初練習場行って、これ僕今7番ヤン持ってるんですけども、7番ヤンをインパクトのところにフェースがまっすぐ戻せるスピード、これぐらいの大きさとスイングスピード、最初これぐらいでいいです。要はインパクトのところにまっすぐ戻せそうなスピードで最初振ることが大事なんです。それは決められた大きさスピードは考えないでください。まずは自分がフェースの向き中心に考えていただければと思います。まっすぐ戻せるスピードで大きさでこういうふうに振ってあげる、調子いいですね。いいっす、いいっす、いいっす。これで、まあ何球か打っていただいて、なんとなくボールが曲がんないってことはフェースがまっすぐ保ててるので、じゃあもう少しちょっとスピードと大きさを上げていきます。またちょっと何球か打ちますけども、先ほどよりもスイングの大きさとスピードを少し上げます。ちょっとダフりましたね。今の僕の実力これぐらいなんだと思います。今ダフったのでちょっともう一回ね、もう一回ください、ごめんなさい。ちょっとね調子に乗りましたね。先ほどよりも少しスピードと大きさ上げます。あ、できたできた。そうです、先ほどよりも大きさとスピードを少し上げてます。でもう一球ちょっと打ってみますね。で今の最後のもボールコントロールが自分の許容範囲内にできてる、まっすぐ飛んでってるのでフェースがインパクトでゼロに戻ってきているということですので、さらにもう一段階上げて打ってみます。これいいですね。もう一球打ってみます。
はい、まあ、今のがまあ7割ぐらいの力大きさのショットになります。この次っていうのはもうほぼフルショットになります。で、今ぐらいのスピードと力感でフェースが保てるんであれば多分フルショットもいけると思うんです。ちょっとフルショット打ってみたいと思います。ボロが出る前にやめたいと思います。今ぐらいのいいショット、あれは結構フェースがインパクトのところでまっすぐ保てて返ってきてる。ああいう風にですね、同じクラブ番手でアプローチぐらいの大きさからフルショットまでの大きさをこなせれば一番いいですよね。それは段階を経ていきなりフルスイングではなく、ちょっとずつスピードと大きさを上げていけたらいいと思います。無理に最初からこうフルスイングであれができなきゃいけないんだっていうわけではないので、フェースがとにかくまっすぐにキープできるスピードから始めてみましょう。まずその最初アプローチぐらいの大きさとスピードから始めると思うんですが、だいたい一つのスピードに対してできれば50球ぐらい打った方がいいですね。50球ぐらい数えなくてもいいんです。だいたいでいいんですが、30球から50球まっすぐ行くようになったら試しに次の一つ上げてみようっていう感じです。で、できれば本当はですよ、プロ目指す方なんかは1ヶ月やってください、同じスピードを。それぐらい大事なことなんです。暇あればやるようなイメージでいいんです。本当にアマチュアの方は時間とかですね限られてやられてると思うので、30球から50球って言いましたが、例えば30球まっすぐ行ったら上げましょう。それぐらいのペースで練習してみてください。今回右手と左手どっち使うのという動画を説明させていただきました。最後までご視聴ありがとうございます。